ケニオン・マーティンは、アメリカ合衆国ミシガン州詐欺の出身の元バスケットボール選手。NBA のデンバーナゲッツなどで活躍した。ポジションは、パワーフォワード。身長206センチメートル、体重109キログラム。愛称は、ケイマート。シンシナティ大学に4年間在籍し、ダーマー・ジョンソンらと共にプレーした。2000年には優秀な選手に贈られるジョン・ウッデン・ショート。 ジェームズ・ネイ・スミス賞を獲得した。1999年、ユニバーシアード・アメリカ代表として、金メダル獲得。2000年の NBA ドラフトでは、期待通りの全体1位指名を受け、ニュージャージー・ネッツに入団した。ルーキーシーズンでは、68試合に先発出場し、平均12得点、7.4リバウンド1ブロックを記録。見事オールルーキーファーストチームに選出された。 2003から2004シーズンでは、キャリア初の NBA オールスターゲームに出場。ネッツでは4シーズンにわたりプレイしたが、2004年、将来のドラフト一巡目指名権と引き換えのトレードで、デンバーナゲッツに移籍した。それまでのネッツでの活躍は、司令塔ジェイソン・キッドの存在があってこそ、という評価がささやかれながらも、ナゲッツでの初年度である2004から05シーズンは70試合に、 出場した。翌2戦後から06シーズンは膝の故障のために56試合の出場に止まったがプレーオフには出場。しかしながら4月25日に行われたロサンゼルスクリッパーズとの1回戦第2試合において膝を痛めたとして後半を欠場。これは前半に7分しか出場できなかったことで生き通りを感じハーフタイム中に ジョージカール HC と衝突したことが原因とされる。両者には亀裂が走ったが、2006から07シーズン開幕前には関係が回復されたと報じられた。期待された新シーズンだったものの、開幕2試合で右膝を悪化させて先線離脱。内視鏡手術を受けた後、症状が予想以上に悪かったことが判明した。シーズン中の復帰は絶望的になってしまった。 その後2007から08シーズンには71試合に出場したものの以前ほどのインパクトを失いつつある。2011年夏、フリーエージェントとなった彼はロックアウト中の NBA から中国プロバスケットボールリーグの新居、フライングタイガースと1年契約を結んだ。同年12月24日、チームから解雇された。当初中国のリーグが終了するまで NBA への 復帰は認められないはずであったが、国際バスケットボール連盟の許可がおり、それより早く契約を結べるようになり、2012年2月3日、ロサンゼルスクリッパーズと契約を結んだ。2015年1月9日、ミルウォーキーバックスと10日間契約を結び、その後正式にシーズン終了までの契約を結んだが、2月19日のトレード期限日に、 ロースターの再編成の関係で解雇。2015年7月1日、現役引退を発表した。レギュラーシーズンプレイオフバスケットボール選手のリチャード・ロビーはイボテイにあたる。ストリートボールのロバート・マーティンとは重慶帝同士である。ありがとうございます。